ういっす、こんにちは、ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストライバルズの、こちら、ダークとレアム研究部やっていこうかなというふうに思っております。で、こちらね、かなりね、デッキ作るの難しいと思うんですけど、まあ、作ってみた感じ、かなりね、強そうな感じでした。で、特に強いのは、こちらですね。すべてを無に返すの必殺技、指定の味方マスに破壊と殺戮の神ダークドレアムを出すと、対戦中死亡した味方の系統の種類数分コストマイナス1。この効果は味方のダークドレアムがいない場合に使用できるといった感じで、まあ、10コス12順位で、まあ、最大7ダメージかな。7ダメージ食らわせることができるんで、非常にいいかなと思います。で、特にね、このホラーウォーカーっていうカードがかなり強くて、簡単にね、0コスになってるんですよね。ということで、実際に試合やってみましょう。どうぞ。やっていきましょうか。ドレアムデッキ。マリガンですが、よくわかりません。ワタボ面白いじゃん。動画撮りたいからワタボは言います。さあ、行こうか。スライム、ドラゴン、物質悪魔。まあ、ドラゴンが一番確率少ないから、ドラゴンも出すべきかな。でも、アルボー入れたらどうなんだろうね。そうらよ。アルボーは反対派です。私のターンだ。ドラゴン行くじゃん。いいね。俺のターンだ。あ？あ、魔王の仮面ってさ、手札に、あ、ちょっと待って、俺勘違いしてた。魔王の仮面ってさ、ワタボじゃねえんだっけ？魔王系が手札になるなら、魔王系になってステルスになると思ってたんだけど、そうじゃなくて、これって物質と魔王両方持ってんだ。あ、出すべきだったな。何にするかな。普通に踊ったわ。ナチュラルに踊ったけど、可愛いから許して。キッシム出すべきかね。まあ、ドレアムだったら入れ毒だよね。無だ。すべてを無に。ここわかんないんだけど俺。これでいいの？いでよ、我が血族。でもやっぱドレアムはゼロコスだよね。俺のターンだ。ドレアムデッキってそのデッキの中身想像できないのが強いと思う。他のデッキって大体つくじゃん。そうそう。例えばナインククールとかだったら、まあ大体例えば次3コスで、まあセティアかみたいな、なんか想像つくじゃん。なんとなく。あ、ごめん、想像つかない。ウンヘは想像つかんよ。何にするかな。キマイラロードでもいいし。うるせえ！コーラルディモスよりも、俺コーラルディモスそこまで壊れだと思わないわ。あ、ドレアムさんがよく見たらいい。よく展開できんなお前。ブルーブルー。だとゾンビか。これね、なんかこれに対してすごい考え方あるわ。要するになんか雑に使うべきなのか、それともなんか一生懸命やるべきなのか。いや、なんか雑にこの魔人の猛攻を使って早いタイムにドレアム出すべきなのか、それとちょっと待って使った方がいいのか分からん。デスマシンと相性すげえいいな、魔人の猛攻。時間も少なくなってきたし、さっさと終わらせるか。ねえ、どうしよう。マジでどうでもいいな、これどうしよう。
すべてを無。選択を誤るなよ。ザクに用などないわ。せ。ねえ。こんな感じっすかね。さあどうするかな。裏弟子とかいるの。スタンドのやつは石さんだけだから。若干事故ってんな。神竜王かなんかナイトウォーカーかどっちか引きたい。切り裂け。はっ。マジで。どうしよう。どうしようってことでもないか。待って待って、俺の方が有利なんだ、ね、これドラヤム使うべき。ここマジで分かんないんだけど、ルーマッチやるの。まぁ、ちょっとやってもいいかなと思ってる。まだ待ってる。スライムドラゴンゾンビ物質いるから、タマゴロンはもう腐っていて、いやこれ出した方がいいか。でも打たない、打たない発想もわかる。まあ打たないってのもまあ聞いたときに俺は思ったことはまあそうだろうなと思った。じゃあこうするか。いやコーラルより展開の方がいいと思うけど、ね、でもこれ打った方がよくね。どうなんだろうね。でも2ドラ落ちてるし、2ドラ落ちてるってこと考えたらもう打っていい気がするんだけど。ククールで確定軸なくない、熟できなくない、ククールで。二度らないわけだし。だから魔王見えてない、今出すべきだった説はある。そうらよ。コーラルディモスよりキマイラロードな気がするけど、ね、こいつが冒険者になるんでしょ。だって、まあ、こいつも冒険者になるけど、同じコストなら速攻持ってるこいつの方が強い説ある。でも行くよ俺。好きに選ぶ。この僕の運勢を。マジで可愛い。本当の冒険者にならない。嘘つかれた。どうして貴様らはそんなにナチュラルに嘘つくんですか。あ、悪魔系になってなかったんだ。光ってるからなんかなるだろうと思ってる。悪魔系か。ディモス入れるのはプチヒーロー入れた方がいいだろうな。いやそこ微妙だよね。でもやっぱスタッツだと考えてもディモスの方がいいじゃん。悪魔死んだら3コス65だから。そこはね、なんか諸説ある。そうらよ。デスマシーンいいね、すげえ。これかっけえわ。なんだこれ全部につけてほしい。いやそれはないよ。そうだな。人間は混ざってないから。これさ、冒険者混ざってたらさ、人間混ざってるってことだから結構グロテスクだね。混ざってないわけだから別にいいんだけど。おいー見事だ、君の勝ちだよ。なんかこういろいろとね、診断触ってみて思ったことは、1コスの、属性持ちですかね、こいつらの評価がめちゃくちゃ上がってるなと思いました。まあイルルカにせよドレアムにせよ、まあいずれにせよ使いやすいということで、非常に使いやすいなというふうに思っております。ということで第2試合いきましょう。どうぞ。アリーナか。アリーナマジ強いんだよね。あ、来た。巡り合いの扉。あードラゴンだね。ドラゴンじゃない、物質か。アリーナさっきちょっと使ったけど、強そうな様子は停止。あいついるんだよな。ケミカルゼリー、まあ、イルルカでしょ。イルルカ使ってアリーナも強そうなんだよね。さっきボロ負けしたけど。え
すべてを無に。これアドすぎるわ。だってさ、これさ、自分のターン開始一番デッキの上が系統を持つカードならそのカード引き耐久値マイナス1だからさ、系統じゃなかったらドローないんだよ。ドローじゃない、耐久値減らないんだよ。やばくないこれ。入れ毒すぎないか。生まれるまでちょっとポンポンうるせえ。スタスタすな。これでドレアムが1個さえ偉い。何にするか。ここは出しますか。心理をバカにしてたけど、バカにはしてなかったか、バカにはしてなかったけど、だから想像以上にやっぱ強えもん。まあそれ3枚引くんだから当然っちゃ当然かもしれん。やっぱさ、みんな金属工房ぶっ壊れぶっ壊れ言ってたけど、そうでもなくない？弱くはないけどさ、プレミしてね。ナチュラルなプレミ。無だ。すべてを無に。童貞スライム。お前に従うとし。はい。貴様らの実力見せてもらおう。え、待って、これ魔剣士でこれは強い。ドロスラル魔剣士、ミッドレンジ魔剣士。どうですか？ドレアムが守ってくれている。ここでしてお前プレミしてね。そうだじゃなくて踊ってないかと俺は聞いてる。まあいろいろあるけど、ポーですかね。私のターンだ。わかんねえなあ。アリーナがしてんととかいっか。魔剣士以外でもドラムいけそうなんか検証してる。いや、今魔剣士でいけるか検証してんの。焦んなよ。その右向きながら左向けようとするようなもんです。わかるか？いくかよ。まあそんな器用じゃない。やっぱドラム強いわ。そっか、作戦なんで切らないんだろうと思ったけど、マスターへの道のりとキラーマシーン合わせたら2回切れるんだ。テストパンか。テストパンでしょ。はい。すべてを無。選択を謝るなよ。優しい。何で行くべき。スライムゾンビ別室魔王召喚時この一手に単純ホラーウォーカー出してコーラルディモスでドラゴン。これプレイングテルナで死亡したのが6体以上なら、悪魔とドラゴンが死んだ後にイズライール出したら、5、6、2体出して3回復強。敵ユニット1体3ダメージ。対戦中死亡した味方系統が3、
27メタリーダー3回復。え、これやばくない？イズライール。ソーローヘイ。ガンバドンガンバガンバ。これはやばいでしょ。負ける気しないわ。何にするか、まあ、いろいろあるけど、好きに選んだい。素直にこれでいいよね。素直なこれして、で冒険者以外出てくから、闇への供物。マジけ。闇への供物。俺が今やってる行為が正しいか正しくないか知らん。いいんじゃないの？これホラーウォーカーがやばい。対戦中に死亡した悪魔系のユニット一体かと思ったけど、味方ユニットなんだね。これ全てのデッキ入るんじゃないってレベルなんだけど。お前は毎評判トップの。私の技味わわせてあげる。スペクテッド。無だ。全てを無だ。やばいなこれ。イズライールか。すごい。これはもうすごいことですよ。やばくないですかこれ。これはもう大変なことです。これは大変なことです。なんじゃこら。負けを認める。ドラム行く前に勝っちゃう。とても強いのね、やばいわ。いしということで動画、最後まで見ていただきありがとうございました。で、2月26日金曜日からですね、グランプリの大会開こうかなというふうに思っております。で、優勝者には、まあ、Amazon ギフト券の1万円分出そうと思っているんで、まあ、ぜひね、よろしくお願いいたします。明日のね、21時からですね。で、まあ、一本選手の普通のグランプリのルールですね。まあ、診断で最強のデッキは何だろうみたいな、そういう、企画になっております。で、まあ、ね、申し込みはこのツイッターの方から、まあ、トーナメントとこ開いてもらって、で、なんだろうな。まあ、ツイッターアカウントとか Google アカウントあれば申し込みできると思うんで、エントリーしておいてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。